目の前のことにコツコツと努力を積み重ねれば自分も世の中も幸せになれると言い切っていた男が、ある日の衝撃的な出会いから頑張る対象を間違えていたことに気づき、最大手企業を退職、独立起業して一度きりの人生に全力で挑戦を始めた物語です。家族のため、会社のため、毎日一生懸命頑張っている一番大切なあなた自身のために、ちょっとだけ立ち止まって見ていただきたい動画です。私は1984年10月31日、兵庫県芦屋市に生まれ、奈良県奈良市で育ちました。父、母、私、弟、妹の5人家族。3つ下の心優しい弟は白血病だったためずっと病院生活でした。そんな弟がある日家に帰ってきて、弟の病気は治ったと思ったのもつかの間、私が7歳の時、去年4歳で亡くなりました。まさか自分の弟に突然会えなくなるなんて。人はいつか死ぬんだ。人の死を強烈に感じた体験になりました。私は常に親の陰に隠れるシャイな性格で、勉強もスポーツもいまいちなことも、小学生の頃はいじめに遭うこともしばしば。そんな私をいじめから守ってくれた仲の良い友達に誘われて、小学校4年生の時に野球を始めました。野球のおかげで友達も増え、自然といじめられることもなくなっていきました。諦めずに努力を積み重ねた結果、野球を始めて実に8年後、高校3年生の時、ついに初レギュラーを獲得、なんと4番バッターの経験をしました。現役の大学受験では全て不合格となり、人生が止まってしまった挫折感に襲われました。翌年、13大学を受験、12大学は不合格だったものの、最後の第一志望だけ奇跡的に合格。コツコツ積み重ねてきた努力は実を結ぶことが強い信念になりました。大学卒業後、人の一生涯に関わる仕事に就きたいとの思いから保険会社に入社。最初は全く成績が上がらなかったものの、コツコツ頑張った結果、お客様も増えていきました。入社10年目には20名以上のセールスレディを束ねる営業オフィス長を任されるまで。お客様に保険で安心を提供すること、営業職員さんとその家族の幸せのために、自分の家族との時間も捧げ、毎日を忙しく働きました。34歳の時、本社部門に移動し、初めて自分の時間ができました。2人の息子たちと存分に遊べるようにもなり、将来の人生設計を考えるように。そんな時、浅川智仁氏監修、勇気の言葉手帳に出会いました。充実した豊かな人生を送るための目標設定方法である、人生で大切な8分野を学びました。夢や目標を管理するこの手帳を通じて、将来を見据えた目標設定をすることで、自分でもびっくりするぐらい描いた夢が、目標が実現してきました。ある時、8分野の一つである財政について真剣に考えました。自分のライフプランニングをした時、子供の教育費、自分の老後など、将来に必要なお金について、加入している貯蓄型の保険では、根本的な解決が難しいことが分かり、愕然としました。お客様に提案する保険も同じ、万が一の時の保障として必要なことに変わりはありませんが、保険という金融商品だけでは、将来のお金の悩みを解決する資産の運用や形成が難しいことに私は気づいてしまいました。それまでこの仕事を一生懸命に頑張れば、お客様を幸せにできて自分も幸せになれる、そう信じ切って頑張ってきました。ところがこの貯蓄型の保険では、お客様の未来も自分の未来も全く救えない。信じるものが間違っていた。俺は一体何をやっていたんだろう。これまで意気揚々と仕事をしていた自信はガラガラと崩れ落ちてしまいました。そこから将来のお金の悩みを解決するために何かいい方法はないだろうかと、書籍や YouTube をさまよい続けた結果、たどり着いたオンラインセミナーで衝撃的な気づきが。世界金融の仕組みを学べば、ローリスクなものでお金を働かせるだけで資産1億円を作れる。財産所得やストック収入を作れる。金融先進国では資産を減らさずに財産所得で生きていく方法があって、ローリスクな手段で将来数千万円の資産を生み出すことができます。豊かな老後の生活のために、時間を使ってお金に働いてもらう世界標準の考え方や選択肢があることを知りました。お金について重要なことは、知っているか知らないか、これだけの差。資金、年数、利回り、情報、この土台理論が大事。私は本当の意味でお客様を幸せにするご提案がしたい。実行するためには今の環境を変えるしかない。私は考えに考え抜いた結果、保険会社の管理職として、生活に困らない状況ではあったものの、私は人生のゴールを見据え、会社を退職して独立することを決断しました。2021年6月15日、株式会社ラバックを設立し、代表取締役に就任。人生におけるビジョンと理想の資産運用をコンサルティング。
それぞれのライフスタイルに寄り添った資産運用、資産形成のご提案により、豊かな人生へ導きます。お金だけあっても健康がボロボロ、仲間がいないと孤独です。人生の8分野のバランスが大事。手帳術で培った目標設定と行動の習慣化によって、財政面のみならず、仕事や時間管理などにおいても成功をサポートできることが弊社の最大の強みです。ここでお客様の声をご紹介。40代の経営者の井上さん。会社の利益や従業員のことで一生懸命だった私に家族4人の将来の問題提起をしてくれ、お金の不安から解放してくれました。妻はちゃんと私たち家族のことも考えてくれていたのねと喜んでくれました。30代経営者の山本さん。将来のお金の問題を解決できたことで家族と国内中の温泉地を巡ったり、子供が望む未来の選択肢を制限なく与えるなど、これまで夢だと思っていたライフスタイルを実現できる人生にワクワクしています。最愛の弟を失って以来、一貫して変わらない思いがあります。人の一生涯に携わり、人生の伴走者となること、そして一度きりの人生に全力で挑戦することです。私は今、将来の漠然としたお金の不安がなくなりました。子供の学資資金、自分の老後の資金も何一つ不安がありません。労働で培った給与を消費するだけの資産管理から、労働や手元の資産から将来の資産を生み出してくれる方法を実践し、伝統的な資産管理術を皆様へお伝えしております。生きていく上でお金の不安がなくなると、自分にとっても家族にとっても人生の選択肢が増え、新しい習い事や受験費用、旅行など目の前のことにストレスなくお金を使えるようになります。財政面においても将来のお金の不安をなくし、人生の8分野のバランスを取りながら、あなたにも人生の成功者になってほしい。そんなあなたの人生に伴走すること、それが私の願いです。この動画を最後までご視聴いただいた方に、あなたの資産運用、資産管理についてプライベート診断をプレゼントさせていただきます。ぜひ以下のリンクから登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。